あなたは、ダート戦において、どれだけその馬の能力があっても、平気で、悪愛になってしまう。見ていないと損するワンポイント、これご存知ですかどうも、かとちゃんと申します。えー、僕は、人に感謝をされるコーチを見て、自分も、自分に人の、自分に、自分で人に意見を発信して、その人の物事の考え方を加えたり、あなたに加えたり、そんなことを通じて、 その現状をよくできる。この人はかっこいいなと思い、このたく、馬ケンリスの発信活動2年1ヶ月やってます。競馬バー,バーの勝ちんです。さて、今回はですね、まあ、知らないと、どれだけそのまま能力があっても簡単に着愛に飛んでしまう。見ないと損してしまう。一、まあ、つのポイントということでお話します。先日ですね、まあ、友人が、電車で、電車に乗ろうとして遅刻してしまったと。 僕と待ち合わせしゃうんですけど、遅刻してしまったんですね。その子に聞いたら、その遅刻の理由は、家から、駅までいつもの時間で行けなかったと。なぜかと。いつもは5分で行けるのに、なぜか5分で行けなかった。だから遅刻しちゃったっていうことを言ってたんですけど。で、で後とで聞いたらですね、その前、家から、駅まで測った時ですね、どれだけ時間がかかるかって測った時に5分だったらしいんですけど、今回、その時は、まあ何も背負ってなかったと、背中に。今回は、え 背負ったんですね。リュックを。はい。リュックに背負って、なんかそんな、なんか片手に、なんか、荷物を持ったらしいです。なんか、大荷物できたんですけど。これ、背負ってる、えー、ものがあるかないかでやっぱ、受けて変わるんですね。かかる時間で。これ、競馬にも一緒なだなと思って、やはり、背負ってるものの重さでこれ変わるんですね。はい。つまり、競馬のダート戦において、 アート戦において必ず見るべきもの。それは、今回背負う金量で三着以内があるかどうかです。過去に金量、過去に今回背負う金量で三着以内になったことがあるかどうか。はい。これを必ず見てください。どれだけ能力があっても、そのまま金量に耐えられずに失速し,てしまうというケースはただあります。はい。実際5 7キロでは構造するのに57.5になった途端、三着に入れなくなるとか、いうも結構います。 大岸も、もう1キロでやっぱりスタートしてからの出足が変わるというふうに言ってるので、ダート戦では、今回走る金量で、3着以内あるかどうか、半着以内があるかどうか、これを必ず見るようにしてください。それでは今回は、金量が結果を左右するというテーマでお話ししました。ありがとうございました。最後まで聞いてくださったあなたにお知らせです。今回は金量というテーマでしたが、他にも視点は、う,う予想しても持たないと当たらないだろうという声があると思います。もちろんそうです。 ですが、今回ここでは話してないです。なぜかというと、とても長くなってしまっため、あなたが聞く,聞くのが大変だと思ったからです。なので、えー、1200人が目からうと言った愛されで人2年1ヶ月の、えー、帯風化け熱の全貌は、書き動画説明欄ブログの方で明かします。ぜひあなたがですね、今情報を受け取ろう、受け取ろうとしてなっているのが今なので、頭、化け熱も今が一番あなたが頭に入りやすいです。なので、今すぐ書き動画説明欄ブログの方をクリックしてください。 それでは今回は以上です。えー、帯風場検閲の方ぜひブログで見てください。お疲れ様でした。ありがとうございました。<laughs>